2022年収益全額公開続いて一番単価が高い3月ですね。まあ単価も下がってるでしょうしね、非常に伸びにくくはなった。じゃあ全部足しますか、いくらだったのか。合計さて始まりました、もてつチャンネルです。さあ2022年収益全額公開ということで、はい、久しぶりにやってみたいと思いますね。はい、2022年この26万今1000人ですかのチャンネル登録者数を誇るうちのチャンネルの収益を一切隠さずに公開したいと思いますね。結構ね、勘違いしてる人多いんですけど、収益って言っちゃいけないんですよとかって言ってる YouTuber さんたちいますけど、そんなことないです、言っていいです。はい、振り込まれた額全額喋っていいので全部喋ります。はい、全額振り込まれた額を言っていきたいと思います。はい、つまりは僕のやってるチャンネルですね、はい、メインチャンネル森哲イングリッシュチャンネル、そして森哲さんチャンネル、そしてユーテラ授業チャンネルというのをやっております。まあユーテラ授業チャンネルに関しては一応収益入れてますけど、編集費と電子黒板台があるので、クラウドファンディングとそちらで、まあ、ほとんど相殺されているという形になります。では行きたいと思います。こう尻つぼみになっていくので、あんまり公開しても面白くないなというのはあるんですけど、やっぱり単価も下がるし、こう受験が終わるとしぼんでいくんですよ。ただ受験期は本当にすごいチャンネルでした。こうブワーって伸びるチャンネルでしたから見ていきましょうか。まず1月に振り込まれて、まあ、つまり去年の12月ですねは、1月に振り込まれた額は234万6340円ですね。すごいね、去年こんなにあったんだ。去年の12月、今年の12月は多分半分もいかないと思いますけど、へえ、ショートがバズってますね。あのね、受験生版タイガーファンディングのやつとかね。ただまあ受験生版タイガーファンディングのやつはあの収益は渡してますので、今まで出てるやつ200何十万渡してますからね、収益はもう。まあ去年はそれがすごかったってことですね。では1月いきましょう。1月、つまりまあ2月に振り込まれたやつですねは243万496円。ひえ、やっぱすごいな。やっぱショート動画がすごいですね。受験生版タイガーファンディングとか、あとあれか、学歴フィルターにかからない42校とかがめちゃくちゃ再生されてますね。ショート動画なんでお金にはならないんですけど、とんでもない再生数を叩き出してますね。共通テストがあるんで、当然共通テストについての動画は伸びるので、ここからズガーンと一気に行くんですよね。もう1月2月はもう入試なんで超絶伸びる時期です。まあ坂井さんが受けてたね合格発表もいよいよ入ってますね、2月なんで。でトイックの結果とかがありので、3月に振り込まれた額が325万4052円と300万超えしましたからね、この頃ね。だからメインチャンネルもサブチャンネルもすごいわけです。サブチャンネルもその入試関連だったりとか、まあ、あとトイックもありますしね。この頃はドカーンといって、なんかね結構もう実は300万いくなんか嘘に決まってるみたいに言われもしたんですけど、そんなことね、嘘じゃないですよ本当に。共通テストは世界史でミスがあったとかっていうのもめちゃめちゃ再生されてますね。続いて一番単価が高い3月ですね。圧倒的に高いですから、ショート動画めちゃめちゃ再生されてますね。50万再生とか30万再生とかボンボン出してますね。坂上さんの結果とかも出てますね。渋幕の問題解いたりとか、あービリギャルとの対談とかね。あーこの頃は圧倒的に広告単価が高くて、4月に振り込まれた額が388万6294円ですね。まあ、これがもう過去最高。もうその前の2月で過去最高だったんですが、もう3月でもっと超えてきたっていうですね。もうこれに及ぶのは、もう到底出せないと思います。ぶっちゃけこの2月3月は再生数とかで100万超え YouTuber たちと結構並んでたり超えてたりとか、そのあたりにいたりしました。まあ、ただショート動画もあるので再生数が超えてるからっていうのは分かんないですけど、ああだから100万超えの YouTuber さんたちってこれぐらいもらってたりするんだろうなとぶっちゃけ思った。で僕の場合ただ3つのチャンネル合わせてなんで、だから他の方々ね、サブちゃんとか合わせたらもっとすごいんだなと思って、もっと500万とか一月でもらうんだなと思いましたね。まあここから落ちていきますね。当然受験終わりですんで4月いきましょう。5月に振り込まれた4月分、この頃はああ中山レントがいた頃か、バンと落ちたとはいえ、これが156万660円です。やっぱ半分以下になってますよね、4月で。やはり広告単価もガンと下がりますし、受験終わったらやっぱ再生されるのはボンと減ります。
続いて6月に振り込まれている、まあ、5月の動画たちですね。もう中山レッドの企画は終わってますね。で、そっか、英文解釈講座とか、結構、ユーテラでやってた授業動画をこうまとめて流すとかっていうのもね、再生されたりしてますよね。なんで、これが183万200円ということで、ちょっと上がりましたね。はい、続いて、6月、だから7月に振り込まれたやつですね。まあ、この頃はね、ショート動画がもうめちゃくちゃバズって、40万再生とかガンガン出してた時期ですよ。ただショート動画なんでお金にはなんないんですよ全然。で、長尺の動画だとピース綾部さんの英語をチェックしたやつですね。これハライチのね澤部さんにも見てもらってて、話した時に見たよって言われましたけどね、ショート動画攻略したって思ったんですけどね、この後アルゴリズム変わってすごく伸びにくくなりましたね。だからあんまり今ショート動画の回数減らしてるのはそういうことですね。ということで6月が7月に振り込まれて、これが129万9971円です。120万円台まで下がりましたからね。だいぶ減りました。で、続いて8月に振り込まれた7月は、この頃もやっぱりほとんどがショート動画ですね。でもショート動画がすごい100万再生されてるのがあるね。でもショート動画600円とかさ、70万再生で20円とかですよ。もうこれもうすごいな。坂上のトイック企画とか始まってますね。で、振り込まれたのが127万9717円ですね。まあこの辺同じですね。ほとんど。7、8月。そして9月。これがまあなんていうかね、鬼門なんですよ。普通 YouTuber さんたちって夏休みとかって普段学校に行ってる時間が子供たちの見る時間に変わるのですごく頑張るんですけど、教育系は伸びにくいんですよ。8月は遊ぶ時期なので。勉強する時期じゃないので、で毎年めちゃくちゃ苦戦するんですよ。伸びなくて。なんで今回はですね、頑張ったんですね。何をしたら、ショート動画めっちゃ上げたんですよ。で、めっちゃ上げたんだけどね、まあ多少は伸びてましたけど、だんだんやっぱりね、伸びが少なくなってきた。で、8月伸びたのは、細井先生ですね。細井先生のやっぱ英語力チェックとか、細井先生とのトーク動画とかですね。東大推薦のルマさんとかも出てますね、この頃。その8月、めちゃくちゃ動画出したんですけど、結局、127万7370円。ということで、7月よりもめっちゃ動画出したんですけど、減りました、収益は。やっぱね、8月は教育系にはね、本当に伸びづらい。だから今年は落とさないんだって思って、めちゃくちゃ頑張ったんだけど、無理でしたね。続いて、9月、つまり10月に入ってるやつですが、まあこれやっぱドラゴン、細井先生の英会話とかが伸びてきました。もう如実にショート動画は伸びなくなってます、僕の。で、アメリカに行ったんで、そうですね、YouTube のエジュコンのイベントでニューヨーク行ったんで、そのニューヨーク行ってる頃の動画が出てますね。この辺はね、編集楽で良かったんですけど、すぐ飽きられましたね。で、10月にそれが振り込まれて、127万5287円という形で、まあ、ほぼほぼ同じですね。だから、7月、8月、9月、10月に振り込まれたのも全部120万円台なんで、まあ、大体同じぐらいになってる。はい、続いて、10月ですね。10月に再生されているのは、やっぱ英文解釈講座とか、やっぱそれでもショート動画ですね。ショート動画が回ってて、灘校の問題解いてるやつとか、やっぱ過去動画ですね。山下りささん出てきてますね。ミス東大になられた方ですね。はい。で、どうだったのかっていうと、それが95万4294円ですね。だからもう100万切りました。もうやっぱ伸びない。ショート動画も伸びなくなったし、全体的に下がったって感じかな。もう、まあ単価も下がってるでしょうしね。非常に伸びにくくはなった印象ですね。で、そして最後、11月ですね。はい。12月に振り込まれたやつですけど。まあ、この辺は、細井先生がね、英検2級2次に挑戦とか。あと、スティーブさんか。こう、言語を混ぜて、20カ国語話者にインタビューって言って、で、松原さんが受験生版タイガーファンディングなんでやめたのっていうので、ジャッジメントですね。はい。こういう流れですね。なんで、ジャッジメント関連の動画をバカバカバカっと出してたので、まあ、ちょこっと上がりました。で、12月最後が98万5124円。という形になりました。ということで、はい。じゃあ全部足しますか。いくらだったのか。合計。2237万9805円ですね。これが広告収入です、全部。年間の全額です、本当に。一切、Excel の計算が間違っていない限りは、これになります。で、まあ、これで、まあ、企業案件大体毎月やってたんで、まあ、わかんないですけど、まあ、2500万ぐらいは行くんじゃないの？もうちょっと行くかな？ 2500 万ぐらいは行くんじゃないかな、という印象ですね。はい。ということで、これが2022年すべての収益になります。ということで、2500万円入ったので、2023年1月に、はい、全部使いたいと思います。詳しくは明日。良いお年を。